はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。温泉娘湯の花コレクションやっていきます。いきなりなんかトナカイ、アニマ風化がトナカイになっているっていうのがすごいなと思うんですけど、クリスマスのシーズンです。本日12月15日になったかな、日付が変わって土曜日です。プレゼントフォーミーということで前編ガチャがありますね。このガチャ10回ガチャはまだ引けるお金はないんですが、お、初めてですね、この子かわいい、ミアサ。もう一度、さ、ニュートン温泉か。10連ガチャ引けるんだったらいいんだけどな。イベント見てみるか。花巻、宮沢賢治ですね、近くを。100はまだいけないのか。こっちも100はまだですね。80なんで、この部屋もう満杯になっちゃってますよね。特技はレベル10までか。レッスンはしとこう。超成功なんて来たよ。おお、これで満杯になりました。お、何をしたんだろう。メインストーリーなんてあるんだ。四国州ってメインストーリー終わってないよね。ガチャです。ガチャのゆともガチャを引いてみましょう。お、一回当たった。ナスですね。もう一回だけ。お、娘来るよ。レアですよね。お、もう一人来たが、これもレアクラス。お知らせ見ようか。ちなみにですね、バージョンが 2.1 になりました。 2.1 になると、まあ名所ノート自由に書き込み閲覧できますっていうんだから、これはネットワーク機能があるんかな。そしてですね、イベントですね、プレゼントフォーミー、さっきのあのガチャですよね。サンタバージョンまである。サンタバージョン、鬼怒川とで、リニューアル記念ガチャっていうのもありますね。
リニューアル記念ガチャなんてあるんだ。なんだろう、これか。これも2つ所持してるんで引けますね。バージョン2になった時に、加わったガチャみたいです。さあ、しかしレアですよね。もう一度、なかなか前進しないですよね。で、熱海のレアだしな。巡業、月岡があとちょっとですね。さあ誰に行こう。この子結構いいな。湯の川温泉か。で、音楽もですね、一種類のは音楽だったんですが、複数の音楽でライブができるようになりました。違った音楽が相通流れるんで、今以上に楽しめるんじゃないかなと思います。さあ一気に2つ来てますよ。お、これはす、大きな差をつけたが、さあ嬉野もスキルをふんだんに使います。こうアタックのダメージは少ないですよね。これ負けた。かなり押しも抑えた。湯の川、お、結構すごいな。お、一気に投 1% まだ押せない、押しきれない。なんか7000までダメージが上がりましたよ。まあ勝てればいいんですけどね。勝ちましたね。倒しました。このなんか緑の服いいですね。湯の川の、と思った月岡が巡業完了です。さあ移動です。今道南を月岡回ってます。そうなんですよね。ライブ、コーヒー牛乳中を中に行ってみましょう。そしてライブへ。あまりやることないんで、ライブをもうちょっと詳しくやってみ、お伝えしますよ。マンザ、おーっと、いきなり苦しい、押されてます。アキュー、さあ向こうも、こちらの方がスキルを発生する度は高い。さあ箱根や風花と2つですね。こちらもなんかすごいですね、下のこのスキルの溜め方。さあここは決めたいが、さらにパワーアップ、1万超えてますからね、ゲロなんか。
もうちょっとだ。さあ、そのゲロ1万超えですからね。さらにボーカル値もアップ。一気に数字を積み重ねます。はい、勝ちました。お、デイリーの私行きましたよ。お、さらにプレゼント6つもらえますね。コーヒー牛乳中だ。コインもあるし、腕時計もあるし。おっと、ゆともガチャチケットを10個もらえる。最後にやりましょう。ひとまずライブの続きですね。有名人さん、4局目で勝ちました。さあ、コンピラーでいきましょう。すごいなあ。確実に力をつけてます。さて、ここはですね、さらに腕時計で時間短縮を図ります。アイテムをどんどん進めていきたいと思います。これで新しい課題が変わりそうです。再びですね、ゆともガチャを2回10回ガチャ引けます。お、 SSR ですね。おっと、しかし温泉娘は出ませんでした。なんか厳選争奪ライブというのがバージョン2に、で出てはありますね。これですね。お、ランキング見てみましょう。トップ100。なるほど、ライブポイントっては皆さんすごいですよね。報酬リスト見てみると、温泉宿権利書金というのが勝つともらえます。小判も5万もあるんですね。これはなかなかいい。手土産ってなんだろう。
歌合戦は歌合戦はないんです。レッスンやりましょう。かなりこの頃になるとお金使っちゃいますよね。さらに腕時計を使用します。東南の湯の川温泉に向かうと、この湯の川の温泉娘が手に入るとか言ってるうちにゴールが見えてきましたね。さあ高山じゃない、高山でいいのか。高山はもうすぐです。結構北まで来ちゃったじゃない。これは長崎県か。中心部この辺かな。こことか。まあ、ひとまずここまでですね。バージョンも上がりまして、やれることも増えていきました。またえ、時間がありましたら進めていきたいと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。